はい、皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、LINEPay 金曜限定キャンペーン300ポイントがもらえるチャンスということで、今回は LINEPay から金曜日限定のキャンペーンというのがありましたので、紹介したいと思います。ということで、まず概要からお伝えしていきたいと思うんですけども、ポチポチフライデー300ポイントもらえる金曜だけの大チャンスということで、まあすでにもう LINEPay の通知とかで見られた方はいらっしゃると思うんですけども、この下にもある通り、まずはここのエントリーというのが必須となっております。で、開催期間なんですけども、金曜限定ということもあって、2019年の6月の7日0時から、2019年の 6月の7日23時59分までとなっています。で、キャンペーンの詳細なんですけども、対象のショップで合計3000円かっこ税抜き分のお買い物をしたら、300ポイントがもらえるキャンペーンとなっています。で、これ例えば、対象のショップ A で1000円、そして対象のショップ B で2000円、で、これで合わせて合計3000円税抜きの組み合わせでもこのキャンペーンが成り立つということになっております。で、今回このキャンペーンの対象となる条件なんですけども、先ほど伝えたようにまずエントリーが必須ということ、あとは LINE ショッピング公式アカウントとお友達になっていることということですね。あとはこのショッピングアカウントをブロックしていると対象外というふうにもなっています。で、この対象となるお店なんですけど、ざっとこんな感じですね。まあ見る限り Amazon ですとか Yahoo ショッピングとかユニクロとかですね。で、使い方なんですけども、まずはここの友達追加をタップしたら、LINE ショッピングの画面に切り替わります。で、Amazon の場合はここの Amazon をタップして、そして買い物するをタップ、そして読み込み画面が出て、これで Amazon などで3000円以上でお買い物したらキャンペーンの対象となるということですね。今回の GT なんですけども、先ほど追加したこの LINE ショッピングっていうのを必ず経由する必要があります。あとは楽天市場とか楽天ブックスなど、まあ一部対象外のお店もあるということ。最後もう一つは、今紹介したものはそのペイ特祭、今開催されているペイ特祭とは対象外というふうになっております。で、ちなみにペイ特祭の対象となるのはこちらですね。ビッグカメラとか上新とかですね。まあこれにも、これ以外にもいくつかあるとは思うんですけども、ちょうどキャンペーンのページに出てたので紹介させていただきました。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。 LINEPay 金曜限定のキャンペーンの紹介ということでした。もしですね、先ほどお伝えしたお店などでお買い物する予定などがあれば、使ってみるもいいのではないのかなと思います。まあ無理に使う必要もないということなので。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。